のめりどんでーす。今回は火花突で落とし戸降りるときノーダメージ降りる方法があるということについてやっていきたいと思います。爆弾を発見して解除しろ。ブルーレスキルなんか感じるな、これ火花と通じてない感じがするなどこかで感じたような気がするな、これちょっとね、あれですね、これ絶対あれだ。最近俺地元でね、地元の友達と飲みに行ったんですけどね、全くゲームに興味ないやつに俺ドヤ顔しようと思って、あれ Z ディビジョン所属って言ったら、へえそうなんだ、え何それって言われてゼータと言いますのは、e スポーツチームでして、みたいな。解説から入るっていうね、ちょっと、みたいになっちゃったんですけどね。その感じがした。火花突みんな通じてないだろ。何それ火花突、そうなんだ。ところで何それ火花突って、ノーダメージ、みたいになってると思うんで、詳しく説明するんですけど、イニシエから存在する技です、これ。知ってます？これね、火花のペレットの爆発を食らいながら落としで降りる。と、バレないっていう戦術があるの。で、これを爆発食らうとダメージ食らうのよね。これね、そうなるとギリギリ相手のダメージ耐えなくなるの。これ1ペレット5ダメージぐらい食らうんだけど、まず3つペレットこれ壊すじゃん。端に1個だけつけて爆発するとノーダメージ折れる。これ大事ですよ、みんな。いや、5ダメージぐらい食らってもいいでしょうと思ってる人耐えますからね、これ。ほら、バレてない。無音なんですよ。敵は残り1人。うわ、耐えた左下見てマジじゃん、うん、すげえ。これはちょっと予測してなかったっすね。しゅ、マジか本当じゃん動画撮ってる俺がびっくりしちゃった。これみんな動画見ながら、え、メルトンさんすごい、こんなギリ耐える技あるんだ、メルトンやっぱすごいなって感心してると思うんですけどね。これ俺もこのまま、いやこれね実は耐えるんですよとかって言ったらね、それっぽくなったんですけどね、俺狙ってないんだよね俺狙ってないんだよねこれ耐えるの。もはや俺、いやーまあどうしようかな、ノーダメージで降りられるからって別にメリットないっしょなんて思いながら動画回して、どういったです、これギリ耐えるんですよって言ったら、マジで奇跡が起きた何度も言いますけど狙ってません。はい、奇跡が起きましたね。これ一応事実だったんだね、すごいね。マジ適当言ってガチ事実だった場合って結構あるんだな。マジこれ奇跡だわ。100回に1回ぐらいの奇跡出したかもしんない。あ、ていうかね、それだけだとみんなね、おい、ふざけんなよ、やっぱメルトンのお母さんとかって言ったりね、やっぱメルトンさん最近手抜きじゃないですか、最近レインボーシックス好きじゃないですよねとかって言われたりするんで、ちょっとね、ちゃんとやりますよ。何をやるか、火花でアザミとかガジェット壊すんですよ。アザミあったわ、オッケー。これ壊せるやつあるんですよ。これちなみにね、上に仕掛けてるカプカンとかも壊せるんですよ。これ爆発で展開シールドとかも、まあシールドはねえか。これ知ってる？火花のペレットでまず3階あれ逆らっぺして確認するんだ、アザミとかいろいろガジェットあるかなあるかなって確認した後に、これやるとほら、これレーザーブルームシェル、キババリア、ほら関係ないやつ壊せるんですよ。おやばくない？だから罠もろもろ火花で壊すの技、これやればねこれ狙ってる、これガチガチ狙ってる。右見てほら、キババリア破壊、ほらこれなんすね。この上は壊せねえ、この真上のやつは壊せない、ショップだからな。ショップのやつはギリ壊せそう。いやでもちょっとペレットね、そんな使ってっとね厳重に使えなくなるから、一旦これ落ち着きましょう。これ強くないこれは強くない？これね、下からガジェット壊せんだよ。まあシールド壊すな、前もやったけどってなったけど、アザミってさ、なんか5個ぐらいあるじゃん。爆発物素直に投げるとね、足りないんだよ、グレネードじゃ。だからね、これね、火花で壊すのが今メタなんですよ。知ってますか？ PG 界隈、プロゲーマー様界隈とね、なんだっけ、チャンピオン隊ではこれ流行ってるんですよ。ちなみに今ここのランク帯チャンピオンじゃないんですけどあ、元チャンピオン隊の僕からのアドバイスなんですけど、火花のペレットアザミ壊した方がいいですよ。はい、もうあとプラントして終わりだね。これ3対2プラントして終わり。なんかノラやばいことしてないか、なんか廊下トコトコしてないか、大丈夫か、お前プラントで終わり。これプラントしたら勝ちなんですよね。強ポジもいないのでプラントしたら勝ち。プラントしなさそうなので板巻いてますと。やっちゃったね、ノラのひでってやっちゃったね。シージ楽しい、
面白い大丈夫、勝てる、信じてるよ、お前ならやれるよ、大丈夫、やれるよ、楽しい。あ、多分ね、久々に CG っていうか CG みんなそんなもう今やってないと思うんだよ。多分復帰、俺の動画って復帰勢とか最近やってないけど、メルトン見て CG のなんか今の環境を知ってるんだみたいな感じで、え、なんか最近なんかみんな無敵になったりするんでしょみたいな感じで、俺の動画でなんかこう環境を知ってると思うんだよ。で CG やってるやつに無敵？そんなんないけど、え、あいつ嘘ついてたってなってる展開がねほとんどだと思うんですけど、ちょっと真面目にね俺の動画復帰勢もいい、なんか今俺見て環境知ってるやつも多いってことなんで、ちょっとね今の本気のね環境教えてあげる、冗談抜きの、あの無敵とか言わないから使える環境。これね、実はですね、最近割り食とか必須だったじゃん、昔サッチャーとかザッとチャーってやついたじゃん、あの EMP 投げるおじさん、あいつがいないと壁割れない、え、もうじゃあ2キャラ2枠ぐらい固定ピックなんみたいな感じ、クソゲーってなってたじゃん。今実はそういう環境じゃなくて、いなくても勝てんの。なんでかっつったら、サブガジェットにインパクト EMP とハードブリーチャーっていうのが実装めっちゃされたのね、いろんなキャラに。だから火花っていなくてもいいんだよ。じゃあなんでわざわざ火花ピックするのってとこなんですけど、アザミとか罠壊したりするために火花ピックするんだよ。だからね、素直にグレネード投げると足りないのね、罠壊したりするの。そこで出たのが火花のペレットで、さっき俺がカフェドスタイフスキーで壊したあの裏技が出すやるんですよ。だからあれなんですよね、割り食出ない、でもわざわざ割り食使う、じゃあ何のために使うか、罠壊すっしょって考えるのが今のレインボーシックスシックスシックスあれだよ、俺の動画見て、なんつーの、あ、メルトンで最近環境追ってるよ、シージって最近なんか無敵になったり透明になったり、なんかね、弾丸無効化とか弾丸ね、すり抜けたりするんでしょとかって言わないでくださいね、恥ずかしいんで他の界隈に言わないでくださいね、言わないでください、恥ずかしいんで、あいつ適当なこと言ってるって言われちゃうんで、ちゃんと説明しました。そう、こうやって穴つくんですよ、知ってますか、ここね、ニペルで開けてるんですけどね、ここ全部強ポジなんですよ、いろんな射角通るからね、敵辛くなるんだよね、これ逃げ道なくなるの、ちょうどここ終わると。知ってるかい、これはもう止まってるね、あ、でも大丈夫だわ、これ多分もう逃げ場ないわ、あ、俺の穴使ってくれたんじゃね、 G36 ってことはそうだよね、アシュラね、ほらちょうど、ほらわかる、これちょうど逃げられないの、こいつ。さっきのね、ニペルで開けたね、ところね、あれなんすよ、閉じ込めんすよ、拠点にもしドクがさっきいたと思うんだけど、あいつ閉じ込められるんすよね。まあこれ野良が見てなかったら終わりだけどねあれね、勝率上がるんすよ。だからね、火花のペレットってね、マジちょこちょこ開けた方がいいよ、補強壁あったら。あの、ここ強ポジなんかなって分かんなくても、とりあえずな、このゲーム補強壁張ってたら、あの、この壁抜かれたくないってなってる証拠だから、とりあえず開けとけ。もうなんか不正解とかないから、補強されてる壁開けるならもう不正解はね、これ覚えといた方がいい、あれね、逃げらんなくなるから。だから俺なんか、メルトンさん、あそこで突るのはいかがなものかとってね、言われると思うんですけどね、いや勝率を上げてから突っているので僕が死んでも平気かとってなっちゃうんだよね。これ反論の余地ありますこれ反論できます。これ車線を斜めに作れるかな、このゲーム。なんか変な車線作るからな。これチンポコ。おばちゃん。邪魔じゃないよ。通っただけだよね。そう、チンポコホールを右に作って、ニペレで左開けんだよね。これ効率いいっすよ。車線めっちゃ通るし、なんつうの、外出て飛び出しで一瞬で死んだりとかしないから。火花って小技まみれだから、マジ好きなんだよね。マジで商売道具として、あの、完璧。商売道具として完璧なさ、後ろにピン立てたからちょっと殺しに行きます。なんか野良の人ガレージにピン立てたからな。火花マジでね、これ小技多いからね。え、後ろにピン立てたのこいつは何のため、警戒してね的な。ガレージのカメラわざわざ壊さずに行くよ。なんか銃刺さってるってことはこれいないね、もう。はーい、同じセットプレイしちゃうよー。これね、手前開けちゃ開けないから俺、ここ開けるんですよ、ここ。あ、5対2。あ、もうちょろいですね、これ。はい、罠壊して、こうやってレーザー壊してすんだよ。
5対1ですか。そんなの殺しに行っちゃいますよ。あ、君になってる。どこだ。あ、これ階段かな。違うね。なんか負けそう。大丈夫これ。さすがに平気。よかった。危ねえこれ。はい、ということで皆さん、火花小技まみれなんで、いろいろやってみてください。ということで、メルトンでした。バイバイ。